応論法治療で、通院ってどれぐらいかかるのっていうお話です。従来であると大体まあ4ヶ月から6ヶ月ぐらいは買い手でもかかるっていうのが、インプラント治療の時の、まあ、応論法とかも含めてですけど、かかるというふうにされています。特に応論法の治療なんていうのは、初めのところがあまり噛めないところからだんだんと狩り場を噛めるように直していって、噛めるようになってからもう一回ぐらい狩り場を作って、その後で最終形に行こうかななんていう感じで私は作りますので、相当期間かかりますね。だいたいまあ下手すりゃ8ヶ月ぐらい、治療ではかかっている患者さんもいらっしゃいます。まあ上顎で6ヶ月、下顎でも4ヶ月以上は最低でもかかっていたわけですね。ただインプラント体自体が今はくっつきが良くなりました。上顎で1ヶ月、2ヶ月、下顎で1ヶ月、これは光機能化っていう当院でもある、処置をさせていただいたり、まあ、インプラントによってはね、水の中にインプラントを入れておいて、劣化を防いでるなんていうやり方をしますので、そういった形で、インプラントの接着までの、時間が、半分ぐらいになりました。まあ、さらにですね、化学は今 FTX っていうアタッチメントの治療が始まろうとしています。このアタッチメント治療が、もしできれば、さらに、この期間は短くなる。科学では約1ヶ月半ぐらいで僕は入るんではないかなというふうに思っていますので、そのぐらいでインプラント治療が確実に終わればかなりの患者さんにはメリットがある治療になっていくんじゃないかなというふうに思っています。本日は以上です。